おはようございます。実は昨日バレットの過去回想の部分消しちゃって、データここから再スタート。さすがにカットできないからね。ここ超重要。俺の故郷コレルは古くから炭鉱の村だった。埃っぽくてのどかで貧しくて、そんなちっぽけな村だった。マコーロという名を初めて耳にするあの時までは、やっぱマコーロ関係だよな。村長、どうする？反対してるのはダインだけだが。俺は絶対反対だ。コレルの炭鉱を捨てるなんてできない相談だからな。コレルの炭鉱は俺たちのじいさんたち、親父たちが命がけで守ってきたものだ。俺たちの時代になって捨てることなんてできない。でも、ヨーダイン、今の時代、石炭なんて誰も使わない。時代には逆らえないんだ。ここね、ここ、ここ、ここ、スカーレット様が出てきた。スカーレット様とバレットは顔見知りなんだね、多分。そう、時代は魔鋼エネルギー。大丈夫ですよ、ダインさん。魔鋼炉完成の暁には我々シンラカンパニーが皆さんの生活を保証します。な、ダイン、俺は女房のミーナ。女房のミーナだってよ。衝撃だよ。これ以上苦しい生活をさせたくないんだ。そんなの俺だって同じなんだ。でもそれでも俺には炭鉱を捨てるなんてできないんだよ。ダイン、分かってくれ。こういう戦いきさつがあったんだね。奥さんいたんだ、バレット。いないのかと思ってた。うち、こうしてコレルマコールは建設され完成した。俺たちは豊かな生活を夢見てた。しかし、焼かれると。なんと、ダインが、俺とダインが村を離れているほんのわずかな出来事。焼かれた。神羅の軍によって焼かれた。大勢の村人たちも、俺たちの家族もみんな一緒に。早いよな、展開が。神羅の軍、一体何のために？航路で爆発事故が起こったんだ。神羅はその事故の責任をコレール村の俺たちに押し付けた。反対派の仕業だと言ってな。どこかで聞いた話だよ。ひどい。まあ確かに、何でもよ、俺は神羅以上に自分許せなかったんだ。それはちゃうやろ。俺さえマコーロに賛成しなければ。だってみんな賛成してたもん。自分を責めちゃダメよ。その頃はみんな神羅の甘い言葉に踊らされていたんだからね。だからよ、だからこそ、俺は自分に腹が立つんだ。なんで、そんな、甘い言葉に乗せられた挙句、女房を、ミーナを失い、見たかったなぁ。おい、あんたらゴールドソーサーに行くなら早く乗っておくれ。料金は必要ないからね。ロープウェイにね、乗らなかったのよ。ちょっとレベル上げしたくてさ。ラインは親友だったぜ。ガキの頃からのよ。あ、そうなんだ。ダインってさっき反対してたやつだよな。え？ダイン死んだって言ってたっけ？いや、生きてるよな、多分。目を離した隙に村が焼かれたって言ってたから。どっかで再会すんのかな？気まずいな。ねえ、ティファちゃん。私知らなかったわ。バレって何も言わなかったから。うちも知らなかった。ねえ、レッドさん。ねえ。てん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 。ねえ、レッドさん。ちょっとお金稼いでこよっか。30万ギル目指してるからね。今、モンスター退治してお金貯めてたんだけど、ここめっちゃ気にならない？行きたいよねー。まあでもゴールドソーサー先かな。ゴールドソーサー行ったらこっち行こうかな。ちなみに今は5718ギル。遠いは30万ギル。ロープウェイはゴールドソーサー行きだ。料金はタダだから心配いらんよ。なんでタダなんだろうな。すごいよな。バレット、まだ言ってる。
バレットのこともうちょっと知りたいよな。あれだけかな、教えてくれんの。じゃあ行きますか、ゴールドソーサー。ドゥンドゥン。もうすごい。ロープウェイかっこいい。うわー、なんか逆に怖い。え？え？なになになに？空飛んでない？空飛んでるわ。どんだけ標高高いの？うおー！さっきのあそこがゴールドソーサーだったのか。なるほどね。こりゃまずい。すごい。これはすごい。予想外。え、ミッドガルよりすごいんじゃない？これ。おー、すごーい。こりゃすごいよ。楽しそう。わー、ここに住みたいわ。ここに家買いたい。あっちの30万なんてどうでもいいな。こっちに家買いたい。むっちゃ高いんかな。あれ？これデブチョコボじゃん。ようこそゴールド捜査へ。あ、着ぐるみか。びっくりした。こんにちは。それだけ？団体様ですね。入園チケット。高い。しょうがない。一回分買うか。買います。ありがとうございます。チケットは一度ゴールド捜査から出ますと無効になりますので、お気をつけください。料金を GP でお支払いいただくものが多数あります。うわぁ、ゴールドソーサーでのみ使うことのできるお金。へぇー。ガンダースケアの各種ゲームとチョコボレース上でのみお求めいただけます。個人の所有は1万まで。家買いたいのに。お金かかる、ここ。ギャンブルの街かな？うわー、すごいすごいすごい。なんかいきなり変なこと起きてる。何これ？怖い。うわー、楽しまなくーちゃん。エアリスちゃん。観光しに来たんじゃないのよ。そんな場合じゃないのはわかってるけどね。ねー。でも3000ギルも払ったからね、いっぱい遊ばないと。ね、バレットも元気出して。そんな気分にはなれねえ。俺のことは放っておいてくれ。めっちゃかわいそうだわ。そう、仕方ないね。素直。行こう。いいぞいいぞ。え、アリス、ちょっとひどいんじゃない？ねえ。こういう時変に気をつかない方がいいよ。あー、確かに。それはそうだよな。ねえ、楽しもうよ。うちらは。私たち遊んでくるね。勝手にしろ、チャラチャラしやがってよ。俺たちはセフィラスを追ってるんだぞ。それを忘れるんじゃねえ。怒っちゃった。なに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 、どっか行った？あ、行き先になってんのか、この穴。あ、でも大丈夫みたい。なんだかいつものバレット。少し元気出たみたい。うんうん。よかったね。これで行き先決めれるんだ。どこ行こうかな。面白そう。よし、これで行こう。いいと思う、これで。142445。これで行きましょう。頑張れ、頑張れ。とりあえず4が勝ってくれればいける。頑張れ、4、4頑張れ、4頑張れ、4頑張れ。4、4、4、4、4、調子悪い。4が調子悪い。え、なになに？これなに？どういう見方？どういう見方？左側が1位ってこと？あ、そうだな、多分。左側が1位だわ。あれ？ 5?5 勝ってた気がするな。4と5勝ってた。4、2は勝ってないんじゃないか？勝ってたか？何勝ったっけ？ 4と、1、2、5の組み合わせだっけ？ゴール！ゴールしてくれー！早くゴールしてくれー！追い上げてるー！4 頑張ったー！追
勝った？これ勝った？これ勝ったかな？あ、勝っ、2と4勝ってたってこと？うち。そうだな、多分。当たった？当たった？これ当たった？イエーイ、当たった！え、なになに？アイテム？ GP？GP だといくらもらえるんだろう？どっちがいいかな？アイテムは？え？ 待って待って待って。ハイポーションって。待って待って待って。ハイポーションって。待って、ハイポーションって。嘘やん。もう一回、今お金は？あー、2000円ある。2000円あるならいいわ。ちょ、もう一回やる、もう一回。